かチャンネル。皆さんこんばんは、ゆうかです。ゆうかチャンネル111日目になりました。ゾロ目です。めでたーい。ということで、今日お届けする曲、今日は2月28日、東京マラソン本番ということで、そんな今日にちなんで爆風スランプさんのランナーという曲をお届けしたいと思います。ゆうか、去年の10月頃から東京マラソン走りますということで、クラウドファンディングで10万円集まったら走れることができますので、皆さんよろしくお願いしますと声をかけさせていただいて、皆さんのお力添えのおかげで、なんとか10万円集めることができて走ることになり、練習してきたんですけれども、もう本当にずっと運動もしたことなくて10年も引きこもってた、そんな私が40キロ走る、なんてすごく無謀だなと自分でも思うんですが、そんな私だからこそ走り切った時のこう皆さんに誰かこう感動して元気をもらってくれる人が一人でも多くいたらいいななんてことを思いながら自分を奮い立たせて練習してきましたけれども、なんと今日今これを撮影しているのが前日27日ですので、もう本当に今緊張してドキドキしてるんですけど、この28日のアップ、19時には私も安心して一仕事終えて更新できたらいいなと思っております。応援してくださった皆さん本当にありがとうございましたと先に言っておきます。はい、ということで、この曲ですね、歌いながらちょっとグッときた部分があったんですが、今はたとえ小さく弱い太陽だとしてもという歌詞がありまして、優香の花、こうお日様の日をこう、今は小さく弱い太陽だとしても走り続けたら何か道が開けるかもしれない、そんなことを感じまして、前日すごくこの歌を歌いながら勇気をもらいました。頑張って走りたいと思います。はい、ゆっくり皆さんも歌詞を感じて聴いていただけたらと思います。あともう一つですね、2日ぐらい前に発表になりましたけれども、なんとこの YouTube チャンネル、全国ツアーといいますか、3カ所で4月にですねツアーライブが決定しました。イエーイ。ということで、今までは東京ばっかりでライブだったんですけれども、なんとですね北海道と大阪に行けることになりまして、4月の13日が北海道、17日が東京、そして24日が大阪に伺います。私こういろんなチャンネルで音楽系 YouTuber ということで弾き語りを更新している子たちが、一緒にやってる子たちがいるんですけれども、その子たちと一緒に皆さんの街に行けることになりましたので、ぜひそちらのライブ会場にも来ていただけたらなと思います。はい、ということで長くなりましたけれども、今日の曲ランナー聴いてください。グランドに忍び込んで
の